はい、どうも皆さん、お待たせでございます。本日は、カムクラさんの、新宿店で期間限定で行われているこちらの、なんか12枚食べたら、料金無料プラス素敵な特典があるというチャレンジに今から参加させていただきます。お時間は32分でございます。なぜか30分プラス2分という、この台ちゃんとあの許可を得てお借りします。すみません、お待たせしました。カウントダウンお願いします。はい、5秒前ぐらいからいただけると。はい、よいしょー、しゃー、ありがとうございます。32分、いただきます。こんな感じなんですよ。こんな感じで、具たっぷりの麺がね、2人前入ってるのかな。で、計5杯で10人前。さすがうまいけど、やべえな、熱いな。白菜がめっちゃ入ってる。
単純で6分計算でいけばクリアできる感じなんですけど、見づらいですけど、大きいんです。嬉しいサービス。サービスだ。あ、ありがとうございます。これは、結構あるかもしれない。クラクラしてくるね、さっきとしてた酸欠になるよ。うちの方すごい優しいんで、次のお作りしても大丈夫ですかってご確認していただける。もしチャレンジされる際は本当体温管理しっかりした方がいいです。中からでも熱中症になることあるので。
大きいに。ニラ、ニラが美味しそう。あ、本当ですか。あ、じゃあこっちも止めとこう。あ、ありがとうございます。すいません。こちらのお店さんはあのテーブルに多分ない間ですかね。一回チャレンジしてない間は、まあ、固めちゃダメなのかもわかんないです。それわかんないですけど、ちゃんとストップを閉めてますので、お声かけ。丁寧にいただいて。豆板醤的なあれですかね。あとニンニクちゃんとラー油、醤油かな。ちょっとニラとも使ってみます。余裕があったら。なかなかこのストップウォッチ止めるっていうのないっすよ。すっ。これ言ってたら僕一切触れないんで。じゃあちょっとこだわりのご説明なんかも。あ、1986年4月1日に大阪の路地裏、道頓堀の路地裏に、誕生しましたと。道頓堀神倉さんが。で、今に至るまでと社会貢献するという理念のためにやられてるということなんですね。スープソムリエ制度というのを設けて、社内資格を受けて合格した職人の方のみが、真心を込めてスープを、調理していると。でそんなスープ職人たちが一杯のラーメンを通して表現する味へのこだわりですかね、をまずはぜひ一杯という。あ、すいません。どうもすいません。ありがとうございます。こちらが不都合で遅くなったんで。はい、どうもすいません。させていただきます。よろしければ、はい、一杯だけ。じゃあスタートっていただければまたリスタートで。はい、わかりました。はい、3秒前から。はい、3、2、1、スタート。よいしょ。お願いします。結構神対応じゃないですか。神対応なんですけど、正直すげえわ。はい、太陽、太陽、梅原さん、梅原さん、太陽、太陽してと。でかいわ。余裕っぽいですか。you
ません。あ、じゃあせっかくなんで。すいません。あ、すいません、ありがとうございます。マジで。神倉さんの神というか、神対応の神みたいな感じじゃないの。いや、優しい。列車余裕もなくなってきました。難易度が上がる。
心配もしてくださる。ちくしょう。余裕ぶっこいて逃げられるぜ。余裕ならこれってもらえますよ、当時。うまいけど。ありがとうございます。
枚目の大きいyou
はい、優しい、本当に。もちろんです。ありがとうございます。